松潤キュンキュンキュン、松潤キュンキュンキュン、キュン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 。はい、こんにちは、松山潤です。なんか手振ってくれってあったんで、手振りしてみましたけどね。いつも見ていただいてありがとうございます。なんか夜を見ていただいてる方もあるようで、本当にありがとうございます。日に日にね、こう一人ぐらいずつチャンネル登録が増えてくるからまあいっぱい僕は望んでないですけど、見ていただくだけでありがたいです。本当にお便りを書くっていうのは大変なことなんですけど、いただいていて本当に嬉しいです。さて、今日も届いておりますね。ありがとう。おー、宮崎県の小林です。あ、私も小林はよく行きますけどね。吉松優子様からいただきました。はがき読んでみたいと思います。こんにちは、純様。なんか純様って言われるとこそばよくなってくるけど、いつも拝見しています。ジャンルが違う歌で申し訳ないのですが、分かってくださいをお願いします。いやー、来たねー。当時彼がギターを弾きながら歌っていたこと、今も忘れません。あなたの愛した人の名前は、ぜひ私の思い出の歌お願いします。はあ、あの夏の人と共に忘れたでしょう。彼がギターを弾きながら弾き語りしてたんですね。いや、よっぽどやっぱりそのギターを弾きながら彼が歌ってくれた分かってくださいが良かったんですね。さあ、それに答えられるかな、頑張りますけどね。はい、ではこの吉松さんの、分かってくださいリクエストがいつ流行ったのか見てみたいと思います。分かってください、1976年。あ、前もなんか、取り上げてみた感じがしますね。昭和51年ですね。ヒット曲で言うと、シモン・マサトさんの泳げたいやきくんですね。そして、トップギャランの青春時代なんてありますね。テレビで言うと、巨泉のクイズダビューとか。さあ、その吉松さんの、思い出の歌分かってください、頑張りますよ。では松山潤ですね、松山潤で分かってください、聞いてください。あなたの愛した人の名前は、あの夏の人と共に忘れたでしょう。いつも言われた二人の影には愛が見えると、忘れたつもりでも思い出すのね。街であなたに似た人を見かけると、振り向いてしまう。悲しいけれど、そこには愛は見えない。これから寂しい
秋です。時折手紙を書きます。涙で文字が滲んでいたなら分かってください。私の二十歳のお祝いにくれた金の指輪は今も光っています。二人で揃えた黄色いティーカップ今もあるかしら。これから寂しい秋です。時折手紙を書きます。涙で文字が滲んでいたなら分かってください。涙で文字が滲んでいたなら分かってください。はい、吉松さんいかがだったでしょうか。うん、僕もねちょっと入り込んだ。いやーこれは名曲だわ。本当に、ギター弾きながら歌えたらいいなーっていうことで今考えながら歌ってたんですけど、やはりこの歌はジーンときますね。本当にいい歌をリクエストしていただいてありがとうございます。せっかく覚えたから今後は僕のレパートリーにしようかなと思っています。吉松さんまたね友達にも紹介してくださいね。こういう番組があるから手紙出したらリクエストして松潤がやってくれるよっていうような感じでぜひ紹介していただいて、それでチャンネル登録の協力もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。松潤松潤キュンキュンキュン、松潤松潤キュンキュンキュン、キュン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 、松潤松潤キュンキュンキュン、松潤松潤キュンキュンキュン、キュン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 。